わっさー、どうも、琵琶湖バス釣りガイド、ニックネームなすびです。よろしくお願いいたします。7月の16日、週明け、連休明けの火曜日ですね。本日は、なすび TV プレミアムの撮影を行っておりました。記念すべき第2回の撮影ということで、本日も D クリエイト社の方に、D クリエイト社の皆様に協賛して、ご提供していただき、本当ありがとうございます。でカメラマンの井口さんと釣り対決ということで、でハラハラドキドキの罰ゲームも終わりまして、またアップなすび TV 僕の YouTube チャンネルなすび TV でアップしますので、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。とにもかくにもすごい日焼けしているわけなんですけど、暑かったですね、本日も、結構午前中はローライトで、すごい釣れそうな感じで、まあ、釣りもしやすく涼しかったんですけど、まあ、日中がなんせ暑かったです。まあ、そんな一日となりました。まあ、詳しくはなすび TV プレミアムで後日アップされるのを見ていただけたらと思います。はい、でなすびガイド、9月以降が、ね、募集しておりますので、9月10月募集しておりますので、下の概要欄からぜひチェックよろしくお願いいたします。まあ、放流量も今日何個、まあ、120トンから前回放流にまた切り替わりましたので、また違った琵琶湖が見れるかなと思いますので、日々本当に変わっていくんですけど、まあ、そこをアジャストしながら、まあ、ゲストさんと一緒にこの琵琶湖の楽しさを共有していきたいなと思っておりますので、ぜひ遊びに来てくださいということで、まあ、久しぶりに今日は早く終わりましたので、まあ、重くそ寝だろうかなと思います。めちゃめちゃ睡眠大事なんで。ということで7月16日のお話でした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。